リッチレーサー、リッチレーサーレボリューションということでね、この2本違いがあるのか見ていきましょう。いやー、ないだろう、あるだろう、どっちなんだい。まずはオープニング企画いきましょう。プレイステーションでございます。両方ともね HDMI でね出力しております。いやー結構綺麗だこの HDMI。 そう、結構オープニングからいきなり違いますね。はい、そろそろね切り替わるかな。プレイステーションレボリューション、そう、 BGM のね雰囲気もね結構違うんですよ。ステージの雰囲気も変わってますよね。それではね、リッチレーサーとリッチレーサーレボリューションの違いなんですが、同じね PS1 で発売されたナムコのレースゲームでございます。リッチレーサーの発売1年後にね発売されたのはバージョンアップになるねリッチレーサーレボリューションということで、前回からのグラフィックも一新され難易度もアップされております。レボリューションの方が扱える写真もね追加されてバリエーションが増えています。プレイステーション本体2台を別売りのね通信ケーブルでつなぐことで通信対戦が可能になっております。テレビ2台、プレイステーション2台いるのでね、ハードルが高すぎて私はねプレイしたこともね見たこともないんですよね。ということで、こんな感じでレボリューションとリッチレーサーの違いがあります。それではね処理速度の差いきましょう。まずは起動してからオープニングまでの処理速度を比較いきましょう。いや、タイトルロゴか、タイトルロゴが出るまで、さあどちらが早い。はい、プレイステーション、ここはやっぱり同時ですね。さあこっから多分差が出るはず。お、レボリューションナムコ、ここでロゴが入る。あ、もうそのままねリッチレーサー行きましたね。そう、最初にこのねミニゲームを入れたのが多分レッチレーサーからなんですよね。はい、てってってってんてっ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 てんということで、さあレボリューション、あ、もう来ましたね。リッチレーサー 37.75 秒でございます。リッチレーサーレボリューション 44.96 秒。いやー結構差が出ました。 7.21 秒差ですね。さあ初級コース、初級コースの処理速度の比較いきましょう。決定したらねカウンタースタートします。結構あのメニュー画面もね結構違うんですよね。さあこんな感じで選べる車があります。結構違うな。さあそれでは行きましょう、スタート。あ、ほぼ同時だ。 0.71 秒と 0.85 秒ですね。マイナス 0.14 秒、ほぼ差ありませんでした。さあそれではね中級コース、こちらの方も見ていきましょう。ちょっとね読み込む量がね多いのでね差が出ると思うんですけどね。さあ、あ、早い。レボリューションじゃない、リッチレーサー早いね。あ、レボリューション、ここでねローディング画面入ります。はい、リッチレーサー 8.71 秒。さあウォーってなって止まります。 15.86 秒。ここは差が出ましたね。 6.15 秒差ですね。やはりレボリューションの方が全く別のステージになるんで、そこら辺でこの読み込む量が増えたんだと思います。さあ上級行きましょう。ここはもっと差が出るのではないかとちょっと期待はしてるんですけどね。差が出るのかね、出ないのかね、見ていきましょう。はい、ローディング画面入りました。お、思ったより早い。はい、リッチレーサー9.03 秒。あ、先ほどの中級コースより速いですね。レボリューション 12.85 秒。その差はマイナス 3.82 秒。マイナス4秒差ですね。あら、一番中級コースはやっぱりロード時間かかりましたね。まあ、誤差もあると思うんですが、中級コースは一番なかったです。さあ、コース比較いきましょう。まずは初級コース。違いがあるのかないのか見ていきましょう。あ、そうそう、バックミラーがね、レボリューションはあるんですが、普通のねリッチレーサーバックミラーがないんですよね。ということで走っていきましょう。でこの車のね走る位置もこう リッチレーサーは真ん中ぐらいなんですよ。でもレボリューションの方はプレイしやすい感じでこう下の方になってるんですよね。もうそこら辺の違いもあるなと思って、あとねやはりねドリフトがね慣れないと難しい。アクセル踏んで離してっていうのはね独特ですね。今やるとやっぱり難しい。
なかなかね、こう振り出したらなかなか、そしてね、制御できない、難しいわ。で、音楽もこんな感じで違うんですよね。で、レボリューションの方がリゾート、途中なんかリゾートみたいなところ初級コースを走るんですよね。まあ、あとはこの首都高みたいなとこ、高速みたいなとこ走ってクリア。当たる当たる当たる、滑る、なぜ滑る、そこで。それではね、中級コースも行きましょう。中級コースこのまま見ていきましょう。さあ、中級コースもね、違いがあるのかないのか。もういきなりスタートから違いますもんね。さあ、見ていきましょう。中級コース、フレームはどっちも30フレーム出てないのかな、どうだったっけ。こうもうトンネル曲がるとこが違うもん。で、こうリゾート、トンネル出たらリゾート地みたいなとこなんですよね。両方まだまだね、まだあのリッチレーサーの方がまだドリフトマシだった、やった感じ。まあ、皆さんどちらあれなんでしょうね。トンネルの感じとかも違いますもんね。あ、でもこうやって見たらコースの感じがもう全然違うな。嬉しくなるほど違うな。はい、中級もクリアしました。さあ、このままのねノリでいきましょう。上級コースも比較してみましょう。いや、ほんまレボリューション難しいわ。それでは上級コースでございます。さあ、違いが出るのかね、出ないのか見ていきましょう。それではスタート。さあ、行くぜ。上級コース、全くコース、こうやってみると全く違うんだなって思いますね。当時そこまで思ってなかったような気がする。ああ、どうだったっけ、もう忘れたな。でも当時のこと、あ、違うわって思ったのかな。だからでもレボリューションの方が画面的には綺麗ですよね。このトンネルというね、やっぱり当時のあのナムコのこのあの技術ってすごいですよね。やっぱりあのセガと張り合うだけある。やっぱりリッチレーサー派かデートナ派みたいな感じだね。それとあの鉄拳派かバーチャー派かっていう感じで分かれていたような気がします。まあ、もうライバル関係にあったようなイメージなんですけどね、私的には。で、ナムコの方がまあ自社のハードを持たずに、まあ、こうソフトの方だけにこう専念したような感じ。まあ、セガはまあ昔からメガドライブとかね、セガマスターシステムとかもあって、まあ、自社ハードも出しながら自社のソフトも出していくっていうスタイルでしたよね。まあ、今ではもうバーチャーファイターにあの鉄拳のあのねコスチュームもコラボするぐらいな時代になりましたもんね。わあ、びっくりしましたもん。まあ、でもなんか本当はゲストキャラとして出てほしかったです。ということで、今回の動画はここまで。今回はね、リッチレーサーとリッチレーサーレボリューション、こちらの方を比較しました。皆さんどうでしたか？全く別のソフトになってましたよね。いやー、ここまで違うものとは思いませんでした。一応リッチレーサーレボリューションの方なんですが、リッチレーサー2の方がね、あのベースとなっておるみたいです。リッチレーサーの方はまあリッチレーサーがベースで、リッチレーサーレボリューション、リッチレーサーレボリューション2の方がベースみたいです。まあ、そこら辺でもね、考えたらまあだいぶ違いますね。ということで、今回の動画はここまで。また次回ね、別の動画も作っていくので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャー。